ゃいましたわ、皆様。新世界の幕開けの場へ。ジュヌーン。あらあら、ノイエさんまで。まさかあなたまでお裏切りやがってくださるとは思いませんでしたわ、ジュヌーン。シャック。俺はただ幸福なる来世を求めているだけだ。そしてそれはお前の元でなくても叶えられると知った。それだけの話だ。はいはい、あなたのその来世話にはもううんざり。もう少し使える駒かと思ってたのにね。おい、ここで何をしてやがる。魔人ってのは何のことだ。知りたい？本当に知りたいの？絶望して失禁して白目向いちゃうかもしれなくてよ。それでも知りたいのなら教えてあげますわ。ここはね、太古に失われた第三の神、魔人の魂が封印されている場所なのよ。やはり女神や邪神とは違う神が存在するというのか。だけどそんな話は今まで。それも当然。魔人はそもそも邪神や女神よりもはるかに深い眠りについていた存在。人々の記憶から忘れ去られるほど長い年月を魔人は眠り続けていたのだもの。私たちはその魔人を復活させようと長年にわたり尽力してきた組織。けれど邪神や女神の存在が魔人の復活を妨げていることを知って諦めかけていたわ。その邪神を私たちが滅ぼしてしまったというわけか。その通りよ。それによって世界の均衡は破れ、魔人は深い眠りより目覚めつつあるわけ。この世界の改変も魔人覚醒の予兆なのよ。だからこそ魔人を信奉する私たちは過去の記憶を失うこともなかったの。もっともまだ残っている女神の力の加護であなたたちも記憶を失わずに済んだみたいだけれどね。じゃあ全ては私たちのせいだったってこと？ふざけんな。別にてめえのために邪神と戦ったんじゃねえぞ。だけど結果的には私のためになった。いえ、セプテリオンクラブのかしらね。この魔人の力で世界は我らのもの。魔人の支配する理想郷が誕生しますの。それこそが我らセプテリオンクラブの目的。そんな真似を許すと思うか。魔人の復活など阻止してくれる。あら、ごめんなさい。さっきの言葉少し間違えていましたわ。魔人は目覚めつつあるのではないの。すでにお目覚めになっていましてよ。なんですって。何あれ。あれが魔人。私たちが人々に飲ませていたワイン、あれはね、魔人に流れる血なんですのよ。なんだと。ワインではなく魔人の血。では飲み続けると廃人となるのは。人々は知らず知らずのうちに魔人の虜となり、その魂を魔人に捧げていましたの。やがて人々の魂が重なり合って封印された魔人が帯同を始める。そして私は魔人が作る新たな世界の巫女となりますの。自らをより代として魔人を操るというの。さあ皆さん、いらっしゃって。
神の力を秘めた妖精と失われた邪神の巫女、あなたたちの血を生贄として魔人はさらなる覚醒を果たすでしょう。させるかよ。何が魔人だ。そんなものはクソくらいだ。行くぞ。すんなってどなたから死んでくださいな。お覚悟を図らせてもらおう。さーてと、ちょっつりな手加減せん。行かせてもらう。さあここまで。クラス、いい。どなたすしていただけたかしら。女神なんてゴミ、邪神なんてカス、魔人こそが最強の神なの。この世界を新たに創造する唯一無二の絶対神ですわ。まだ勝負は終わっちゃいねえぞ。愚かな、ならば滅びなさい女神の力とともに。うわあ！ファンクさん！くそ！もっと力は出ねえのかオリ！無理だよファンク。今でももう限界まで力が高まってる。いくら女神でもこれ以上は。女神の力でもダメだったのか。だったらもう打つ手がねえじゃねえかよ。そうよ、お諦めになるのが賢明というもの。魔人の力の前には全てが無力なんだから。女神、どうにかならねえのか。何でも願いを叶えてくれるんじゃないのかよ。力をくれよ。こいつを倒せるだけの力を。金なんていらねえ。飯だって飢えない程度でいい。ここで負けちまったら何もかもおしまいなんだ。死んでいった奴らに顔向けできねえんだ。往生際が悪い殿方はみっともなくてよ。さあこれでおしまいにしましょう。来るぞシャルマ、アポロネス、すまねえ。お、何らしくないですね。そんな簡単に諦めてしまうなんて。みっともなくあがくことが君の取り柄でしょ。シャルマン。私に勝った男がこんなところで負けるつもりか。そんなこと許すわけにはいかんだ。アポロネス、どうして。こんな、今まで取り込んだ魂どもが、まさか女神の干渉のせいなの。こしゃくらまねを。待ってください、マリアノ様。あなたはこんなところで終わる方じゃない。ザギ。さあ構えるのだ、我が息子よ。貴様の正義を貫くために。親父殿、死してなお我が輩をお叱りになるとは全く厳しい愚人よ。女神の声が聞こえるよファンク。これ以上力を与えることはできない。けど魔人の力を弱らせる
界を守ってください。僕にはもうそれは叶えられぬ夢です。サルマ、さあ千秋さん。はい、シャルマン様。こんなは生贄ごとき生意気な真似を。おとなしく魔人の一部でいればいいものを。さあ、カフ、立って。今ならきっと魔人は受けるはずだから。もう立ってるさ。みんな準備はいいな。なんて愚かなの、あなたたち。この世界を自由の楽園にしてあげようという私を撃とうなんて。何が自由だ、何が楽園だ。自由なんて人様にもらうもんじゃねえ。楽園なんて退屈なだけだ。この世界を守るぞ。自由でいられるこの世界をな。覚悟はいいな、ジュヌ。行くぞ。始めます。さて、行くぜ。行くぜ。任せておけ。さて、どなたから。クラス。さあ、いけるんでしょ。やりけんの力。どなたが相手かしら。詳細データ始めるぞ。行かせてもらう。やります。行くぜ。行ける。肩の力が待っているかね。どなたが。終わりですわね。少しは。世界を支配したいだけだろうが。それは間違ってはいない。だけどそれも全ては世界を守るためなのよ。だってこの世界に神なんて存在しないもの。女神の邪神も、そしてこの魔人も、人が神と呼んで恐れているのは全て別次元の存在。別次元の魔人が失われれば、別次元の存在が一気にこの世界に押し寄せるわよ。私たちはそれを防ぐために魔人の支配を盤石にものに。女神の力だけではこの世界を守りきれるはずがないからね。まさか親父殿が言っていたのはそのことか。それゆえ魔人に頼るしかないと。おしまいよ、世界は。いうことなのかしら。そういうんじゃねえ。あいつは所詮魔人の力を利用して世界を自分の思い通りにしたくなったわけだ。それあいつらが正義だったとしても、あいつらは多くの血を流しすぎたぜ。そんなの間違ってるだろ。
シャルマンたちも納得してくれんのかな。大丈夫だよ、みんなお兄ちゃんに感謝してるよ。ほら見て、これは魔人に取り込まれていた魂、ようやく解放されたんだね。綺麗。これが自由か。お行きなさい、世界はまだ大丈夫だから。ああ安心しろよ、守ってやるぜ。描いた理想はどこまでも純粋で、いつしか呪文が破れたか。だから私は反対したのです、おじい様。あの女では作戦の遂行は無理だと。そう言うな。今回の失敗はジュヌーンの席ではない。
女神の持つ力を侮りすぎていた。それが要因だ。女神、人間の希望の力。だが全ての人が彼らのように強く生きられるわけではないのだ。魔人の力が失われたとなれば、我々は新たな見柱を見つけ出さねばなるまい。そしてその力で今度こそこの世界を守ろう。おじい様、でしたら次の任務、何とぞ私にお任せください。お前が？少なくともジュヌーンよりはうまく立ち回れる自信がございます。いいだろう、やってみなさい、アンジュ。ありがとうございます、おじい様。じゃあやるよ。いいんだね。痛くしないでね。こういうの初めてだから。大丈夫、痛いのはちょっとだけさ。行くよ、ほら。これでよしっと。おーい、バーハス、これを解析用の試験管に入れておいてくれ。はいよ。はあ、緊張した。しかしどういう風の吹き回しだい。ずっと私に調べられるのを嫌がってたのに。最後にジュヌーンが言ったことが気になってさ。神は別次元の存在ってやつかい。うん、だったら女神の力の一部である私もそういう存在ってことになるでしょ。今後のためにカーラーに調べてもらっておいた方がいいかなって思ったんだ。それはいい心がけだよ、アリンちゃん。じゃあ次の検査に移ろうか。え、まだ終わりじゃないの？あんなものは序の口だよ君。本格的な検査はこれからさ。いやーやれ、今日も騒がしいことだぜ。はい、押さないで押さないで、薬はいっぱいあるんだからね。あ、エミリちゃん、そっちの箱取って。はい、ロロさん。はい、これね。1日1回飲ませてあげて。栄養もたくさん取らなきゃダメだからね。はい、どうぞ。どうかお大事に。はぁ、やっと一段落したね。これで儲けが出るならもっと嬉しいんだけど、そんなことも言ってられないもんな。ロロさん、前から気になっていたんですけど、このお薬って原価で皆さんにお譲りしてますよね。薬局によっては儲けを乗せて売ってるところもあると思うよ。でも今回の件は私にも責任があるし、少しでも罪滅ぼししとかなきゃと思ってさ。そうなんですか。それにみんなが元気じゃないと私も楽しく商売ができないじゃない。まあいわゆる一つの先行投資ってやつ。ロロさん、たくましいですね。あ、またお客さんが来たみたいですよ。よし、じゃあじゃんじゃん売ろう。早いとこみんなに元気になってもらって、がっぽり稼がせてもらわなきゃね。はい。中和剤の生産ラインは順調のようですね。この調子なら近いうちに世界中に行き渡るかと。そう、これでセプテリオンの残した爪痕は近いうちに消え去ることでしょうね。まっ
全くマリアノ社長の手腕の賜物ですな。ドルファを再建しただけでなく、瞬く間に前以上の規模に成長させるとは。お世辞を言う暇があるなら仕事をなさい。私は花形社長のように甘くはないわよ。はい、失礼しました。怒られてやんの。うるさい、行くぞ。お疲れですか、マリアノ様。少しね。だけどこの程度で立ち止まっていられないわ。次なる脅威が訪れた時、このドルファが人々を導く旗印であるために、今以上にドルファを成長させなくてはならないもの。マリアノ様なら絶対できますよ。ありがとう。さあ次の会合に向かうわよ、クララ。二度と悪事を働くでないぞ。すんませんでした。あの人また悪いことしそうですね。うむ、そうかもしれぬの。だったら殺す。いや、あのままにしておけばよい。真の世直しとは悪人を消すことではない、悪の生まれる要因を断つことにあるのじゃ。あの者が悪事を働かずとも良い世界、それを生み出すことが我らの旅の目的ぞ。ピピンの話は難しい。カッカッカン、いずれはわかる。学ぶが良いぞ、ワーコードよ。ピピン、次はどこに行きますか。そうさの、西か東か、風に聞いてみるか。世直しって大変だからこそやりがいがあるというものよ。それはこちらのセリフですわ。あなた、てっきりドルファにお入りになると思ってましたのに。会社勤めは嫌だ。自由がない。それで、自由を求めるあなたはこんな洞窟で何をしてますの？私は鍛錬を兼ねた日課の散歩中ですけれど。自由を探している。こんな洞窟にありますの？それ。わからない、わからないから探している。俺の、俺だけの自由を。前から思っていましたけど、変わった方ですわね、あなた。まあいいですわ、私は他にも行くところがありますの。ではごきげんよう。今日も綺麗な空よ。今頃何してるのかしらね、みんなは。特にファングちゃんとか。旦那。ガルドちゃん、今。マリサ。ガルドちゃん、そうよ、私よ、先生。